はいどうもこんにちは、ショコラです。本日もですね、レザーテロのお時間がやってまいりました。はい、まあ昔ね、夏にやってたあのレザーテロはもうほんといろんな、まあいろんなって言っても俺が持ってるレザーをね、まあバカバカこう 4、5 枚着ていって、まあレザーどうすかみたいな感じだったんですけど、まあまあ今はね、そんなこういっぺんにバーッと着るというよりかは結構一点集中というか、明日これどうすかみたいな、明日こんな感じのレザーどうすかみたいな感じで、もうこのレザー限定でみたいな感じで、テロしていこうかなと思います。はい、で今日のですね、一着はですね、こちらのあれですね、フリーホイーラーズさんの、スイッチヤードコートですね。はい、スイッチャードと思いますが、スイッチヤードコートとも言いますし、まあちょっとどっちが正式なのかわかんないですけど、まあスイッチヤードと俺は呼んでますね。はい、で、まあ、昔のこれ紹介してる動画はもちろんあって、そっちでも話してるんであれですけど、フリホイラーズさんに、実際オーナーさんなのかな、ちょっとわかんないですけど、実際に着用すでにされていたものが飾ってあって、それがまあこのヒッポブラウンのやつで、めちゃくちゃかっこよかったです。もう結構そのまだらに、なんかちょっと水とかが雨とかの多分跡だと思うんですけど、いろんなこう汚れとか、その色が違うところがもうあったりとか、濃かったり薄かったりの、まあそうですね、ダメージっていう感じじゃないんですけど、まあ汚れだったりダメージの経年変化が結構出てて、もう雰囲気がめちゃくちゃ良かったんですよね。あれを見て、あ、もうこのレザーめっちゃ欲しいと思って、で探して買ったっていう感じなんですよね。その時なかったんですよ、サイズがなくって、はい、で毎年やるとも限らなかったり、そう、その時探してたサイズ感がなくってとかなって、ほんと結構長い年月探して見つけたんで、ほんとこうその思い入れもだいぶあってね、手に入れられたのが、去年の年末か今年の頭ぐらいだったかな。まあとにかく結構ほんと最近なんですよ。だからね、まだまだね、着込みはこれからなんですけど、まあ一生着たいなと思ってる一着ですね。はい、何がいいってやっぱね、ちょっとコートなんですよね、形が。だからこう中薄手で、ね、こう結構ぴってちり着るようなレザージャケットではなくって、結構ほんとコートとして、上からこう何枚か下に着た上に最後バサッとこうちょっと着るみたいなイメージのレザージャケットなので、なんですかね、まあ他の持ってるその A2 だったりルイスの、レザーだったりっていうのとまたちょっと用途が、シチュエーションがちょっと違うので、なんか被りにくいし、あとやっぱレザーって冬とかに、まあ冬とかって着にくいじゃないですか。やっぱその薄、これ自体は別にあったかいわけじゃないんで、レザーって。なんでそうなると結構その冬ぐらいまでいいですけど、真冬とかまでなってくると結構着合わせづらいなとかもあったんですけど、そんな時にこのコートタイプなら、で中もね、ウールが貼ってあるので、結構厚手のウールが貼ってあるんで、これだったらもうなんだ、ほんと最終的なコートとして、着て、いけるレザーじゃんと思って、これはいいなと思って行ったんですよね。ただね、実際買ってみてこう着てみて、ただ所感としてはですね、結構真冬に一番上で着るにはちょっと、やっぱ言ってもやっぱレザーなんで、そこまでこう大きく、大きすぎる作りじゃないんで、中にね、やっぱ真冬用のだいぶ厚手のニットとか、あ、まあ、下にさらに3、4枚着た上で着ると、やっぱね、着れなくはないですけど、スタイルとしてはやっぱそんなかっこよくないなっていう感じですね。ちょっと着ぶくれする、結構ねバツバツにこう、何ですか、本当もうパツパツとしか言わないですね。もうバツバツなこう感じのスタイルになっちゃうんで、ちょっとそれはね、あんまりかっこよくはないかなっていう。やっぱり上に着るんだったらこうレザーのこうパツパツ感が分かるやつより、ちょっとこうゆるっとしたスタイルのね、コットンだったり、ウールだったりのこうバサッとしてるような形のものの方が、やっぱこう中に着込んでてもそれほど違和感ないかなっていう気はしますね。まあ気にしないでそんなの着るよっていう
うところもあるし、まああと中薄手で温めすればなんとか持つんじゃんって思う気もあるし、あとまだ実際これで真冬を乗り越えたことがないんで、まあ実際どのくらい温かいのか、中に着てもそんなに違和感ないのかっていうのがまだちょっと未知数なのでちょっとわかんないですけどね、はい。一応スタイルとしてはこんな感じですね、はい。まあ何がいいってやっぱね、ポケットが多いのがめちゃくちゃいいんですよ。このレザージャケットのすごい個人的な売り推しとしては、まあ、ポケットがね多いレザージャケットはいいですよね、はい。A2 とか B3 なんて、 B3 なんてもうここに1箇所ポコってあるだけみたいな、こっちがやっけな、どっちか覚えてないですけど、どっちかにね1箇所しかなくて、しかもざっくりしたやつしかなくて使いづれーみたいな、もう携帯も上半分出ちゃうしみたいな、そう、上半分は言い過ぎですけど、もう頭はでも出ちゃってて、ちょっと使いづらいみたいなのもちょっとあったりして、なんかね、そこ行くとやっぱこのぐらいこう4つですね、ここあと内ポケはないですね。内ポケはないんで、内ポケはねすごい個人的にはめちゃくちゃ内ポケ好きなんですよ。内ポケ派なので、内ポケにこう携帯とか切符とかなんかあったらこう入れたいタイプなんですけど、まあそれがないので、これはもう外に完全にここですね、ここかこっちですね、ここかこっちに、まあ、入れる感じですね、うん。まあでもまあでもまあでもいいです、すごくすごくいいですね、そこら辺が。で結構やっぱ最近結構着てるんですよ。結構ねインスタにもちょっと上げたんですけど、結構連日これをね1週間ぐらい、着ていってたので、結構ね色がまたちょっと濃くなってきたりとか、ちょっとね手洗った時の水しぶきとかで結構ねここら辺の袖のあたりが黒くなってきたり、ちょっと濃くなってきたりとか、ツヤがねここら辺の袖のあたりのツヤがちょっと出てきたりして、やっぱねこう経年変化していく服って可愛いっていうか、もう着ててたまんないなと思いますね、やっぱりね。本当にもうなんか育ってるみたいな感じがたまらんですね、はい。だからそうなんです、だからもう過去に紹介したとはいえ、もうその時から何回か着てる時点でもう違うジャケット、違う服というかもう違う服なんですよね、はい。これ1年後2年後とかに結構ヘビーに着回してたとしたら、多分2年後に見せる時はもう全く違うジャケットになってると思いますしね、はい。で形もねだんだん俺の形体にちょっと馴染んできてって、そこもまた可愛いんですよ今。その最初やっぱカチッとしてて、なんかちょっと形むずいっていうか、あんまり合わないなって思ってたんですけど、だんだんもう柔らかくというか、その俺の形に沿ってちょっと落ちてきてるので、なんかねそこでまた前よりちょっと、なんだろうな、ここの1ヶ月2ヶ月前のまだ着始める前の状態の服より今の方が合わせやすくなってきてるんですよね。そこはすげえいいなと思います、はい。あとこれ俺最近やっぱこう襟立てるの好きなんで襟立ててますけど、この服が果たして襟立て合ってんのか、に向いてるのかどうかがよく分かんないんですけど、もう俺はでも気にせず立ててますね。ここボタンついてるんで、やっぱここ止めれるんですよ、こういうボタンがあるんで。なんでこことここの、止めれるんで、別にこういうスタイルはありなんですけど、ここにもね線が結構くっきりレザーのパトが入っちゃってるんで、基本的にまあこうほっとくと基本的にやっぱこうなりがち、こうなりやすい、まあもともとこういう形で着るものだとは思うんですけど、なんであれなんですけど、ただまあ結構立ててきちゃう方が多いし好きかなって、あんまりこうカチッとのぺっとした襟が好きじゃないんで、なってたとしてもちょっとこう丸まってくれたり、ちょっとこうこっちかこっちに丸まってたりとか、ちょっとこうクイッとこうなんかこう癖付けがねされてる方が個人的には好きで、今はもうなんとなくこうちょっとコートっぽくしたいんで、襟を立ててこれでちょっと癖ついてくんねえかなみたいな感じがちょっとしてるんですよね。ちょっとここ厳しいかなと思うんですけど、後ついちゃってるんで、はい。まああと上からこうマフラーストール巻いちゃえばもうほんと結構あったかくいけんのかなっていう感じはしますね、はい。こんな感じですね。どうでしょうか、テロできましたでしょうか。明日コートタイプとレザーがある方はコートタイプのとか、あとこのねこのブラウンの、レザー持ってる方はねぜひぜひそっちの色でもいいですし、まああとは別にポケットが多いレザージャケットでもいいと思いますし、もうまた
全然書けるもルイスとかね、もう A2 とかでも全然いいと思いますしね、はい、ライダースでもいいと思いますが、明日は俺これ着てこうかなと思いますんで、はい、ぜひぜひレザー一緒に着ていきましょう。というわけで、本日はこちらのですね、フリーホイランさんの、スイッチハードコートの、レザーの、ね、コートの、レザーテロでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。またね。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとこれに、ね、関連動画出てますし、ここにあのチャンネル登録のボタンありますので、ここぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。